ティース、ブラケです。先日はですね、チャンネル登録者2000人のプレゼント企画にご応募していただいた方、大変ありがとうございます。先日2000人のチャンネル登録者の記念でですね、プレゼントをこちらのあたおかステッカープレゼントさせていただいたんですけども、こんなね、まあ、こんなってこっちはいいんですけどね、こっちのキモクレスなんかね、こんな感じなんですけど、皆さんね、本当に喜んでいただけたかわからないですけど、たくさんの方にご応募いただきありがとうございました。で、こちらはこちらね、10名様に YouTube の方でプレゼントをしたんですけど、まあ届いたかな、当たった人はね、多分届いたと思うんですけど、そろそろで残ったやつ3枚、先ほどインスタグラムの方でまたプレゼントキャンペーンをして、先ほど当選者の方が決まりました。で、かねてよりですね、まあこのね、グッズが欲しいっていう方がね、本当にマニアックな方がいましてぜひ作ってくれっていう方がいたので、まあ、その方たちのね、ご要望に応えて、今回ね、すずりの方でですね、オリジナルグッズを作りました。で、そちらのね、今回は紹介というかご報告の動画となります。で、こちらは僕が書いたあたおかキモクレスなので、こちらは僕の方のすずりでこちらのグッズ販売するんですけど、こちら側のあたおかおかわクレスですね、こちらは僕のね、インスタのお友達のハチさんが書いてくれたので、こちらのグッズはハチさんの方のすずりの方で、グッズ作って販売していきますんで、よかったらね、別に全然買わなくてもいいので、よかったら可愛いんで、特にハチさんの方ね、他のグッズもめちゃめちゃ可愛いんで、よかったら覗いてみてください。ちょっと今ね、簡単に僕のすずりとハチさんのすずりの方をね、ちょっと画面で見ながらね、ちょっと紹介していきたいと思います。はい、じゃあまずね、僕の方のすずりのページを見ていきたいと思います。まあ、こちらプラケレサウルスっていうね、アカウントなんですけど、そちらで基本的にはまず T シャツですね。白と黒、まあ、白と黒っていうか、今回ね、なんて言うんだろう、前と後ろ両面のデザインをちょっと作ってみました。で、 T シャツに関しては半袖を作りました。で、ビッグシルエットっていう T シャツとヘビーウェイトっていう T シャツを作りました。デザインは両方とも同じです。ちょっと白い方から見てみましょうか。まあ、こんな感じでですね、見えるかな、真ん中にちょっと小さめに、まあ、僕の好みでアタオカキモクレス入れてみました。で、これが表で、で、後ろにですね、これはね、ハチさんの方の T シャツでもデザインついてるんですけど、ハチさんがアタオカのね、ロゴをクレスをモチーフに書いてくれました。可愛いですよね、こんなロゴが入ってます。で、今回ですね、そう、先ほど言い忘れたんですけど、この、今度黒を見てみましょうか。ヘビーウェイトの方で見てみようかな。さっきもヘビーウェイトだったのかな。今回ね、このロゴのデザインが、今まで、プレゼントしてたステッカーは、ATOK でアタオカだったんですけど、今回からですね、ATOKA になってます。それはですね、ATOK っていうのは皆さんご存知だと思うんですけど、ATOK っていう日本語入力システムのね、すごい有名なね、ジャストシステムというね、日本の会社の ATOK という日本語入力システムと、もう完全にね、アルファベットが被るので、こちらは多分ね、もう、ジャストシステムの多分商標登録だと思うので、ね、すごいリスペクトはしてるので、もうね、本当にこれね、アタオカなんていうのでね、ATOK と被っちゃうと、もう完全に冒涜してますんで、ちょっとそれはまずいということで、今回ね、販売するということでね、そのアタオカのロゴをですね、ATOK から ATOKA に変えました。まあ、ATOK が良かった人もいると思うんですけど、まあ、これに関してはもうね、仕方ないので、ね、ATOKA にこれから販売するグッズの方は、ハチさんの方のね、アタオカオカワクレスも変わりますので、その辺はちょっとご了承ください。でね、この黒のもね、黒の場合はこう白いロゴ、まあ同じですけどね、かっこいいっすよね。まあ、これ多分、
おそらくね、色とかもね、選べると思うんですよ、T シャツ。ただまあ、白いロゴ、黒いロゴ、どちらもね、いろんな色が多分選べると思うので、まあお気に入りの色でもし作っていただけたらと思います。まあ、T シャツがこんな感じであるのと、あとステッカーですね。ステッカーと、エコバッグが欲しいっていう方がいたので、エコバッグですね。そちらと、あとまあ缶バッジ。キーホルダーですね。あとはね、ハチさんが作ってくれたんですよ。あんたも今日からアタオカっていうアタオカスマホケース。これ可愛いですよね、水玉で。こんなのも作ってくれました。で、あとはお友達の方からマグカップ欲しいということなので、マグカップも作っていました。硯で作れるものであれば、できるだけご要望にはお答えしようと思いますので、なんか DM か何かでですね、Twitter でも、インスタでも構わないので、もしくはこちらのコメントでも構わないので、なんかこれ作ってほしいっていうのがあれば、これで作れそうなものであれば作りたいと思いますので、お気軽にコメントなり DM なりしていただけたらと思います。でね、下の方とか見ると僕が今までに使った、ちょっとだいぶ前にね、作ったやつとかもあるので、よかったらね、覗いて、こう下の方まで来て結構意外とあるんですよね、いろいろね。レオパ中毒とかね。この辺もちょっと適当に見て楽しんでいただければと思います。で、ちょっと今回はね、アタオカ、オカワクレスをね、書いていただいたハチさんの方のページもちょっと見てみようと思います。ハチさんめちゃめちゃね、絵がね、上手なんで、まあ、ここにもね、チビクレスチャックなんかありますけど、この辺からですね、はい、キーホルダーですね。かわいいですね。キーホルダー。で、こちらもですね、ハチさんは、ちょっとデザイン違いますね。正面に、この、アタオカのロゴ。で、バックプリントで、アタオカ、オカワクレス。こんな感じのデザインで作ってくれてますね。ビッグシルエット T シャツ作ってくれてます。あとはステッカーですね。こんな感じで。で、アタオカ、オカワクレスをね、作ってくれてるので、あとは、こんな感じで、いや、これ可愛いですね。スマホケースですね。めちゃめちゃ可愛い。缶バッジ。ビッグシルエット T シャツの、大きい正面のロゴバージョンも作ってくれてますね。いっぱい可愛いのあるな。ね、ぜひぜひ、ちょっとこの辺ね、僕のページとハチさんのページ、両方ともね、概要欄にリンク貼っておきますんで、いや、この下の方の他のやつもめちゃめちゃ可愛いっすよね。いっぱいあります。クレスとかが多いかな。いやいやいや、最高に可愛いです。この辺もね、ぜひチェックしていただけたらと思います。概要欄にリンクの方を貼っておきますので、皆様よろしくお願いします。はい、というわけで、今回はですね、お知らせになってしまったんですけど、まあ、こちらの、まあ、これとちょっとね、これ ATOK なんですけど、ATOKA にアタオカのロゴが変わりましたけど、こちらのアタオカキモクレス、アタオカオカワクレスのグッズがね、硯の方で販売できるようになりましたので、まあよかったらね、皆さん、アタオカの証のグッズとして何か一つ持っていただけたら嬉しいです。はい、というわけで今日はこんな感じで終わっていきたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。